ラムジー・ユーセフは、クウェート出身のイスラム主義活動家、テロリスト。1993年の世界、貿易センター爆破事件と1994年のフィリピン航空434便爆破事件の主犯。1995年に、パキスタンのイスラマバードのゲストハウスに潜伏しているところを、パキスタン軍統合情報局と、アメリカ合衆国の外交保安局によって逮捕された。 ニューヨークで裁判にかけられ、世界貿易センター爆破事件や防人化計画などの主犯として二つの終身刑が宣告されている。アメリカ同時多発テロ事件の発案者とされるハリドシェイクモハメドはラムジのおじにあたる。ラムジは1967年5月20日にクウェートに生まれた。両親はパキスタンのバローチスターン州出身で家族が1980年代に パキスタンに戻るもラムジはイギリスに渡り教育を受けた。大学では電気工学を専攻した。その後アフガニスタンのアルカイダの訓練キャンプに参加するとラムジは爆発物の専門家となった。1992年9月にイラク国籍の偽造旅券でアメリカに入国、ニューヨーク州やニュージャージー州を勢力的に回り、オマル・アブデル・ラフマーンとも連絡を取った。 ユセフはメールカハネを暗殺したエルサイードのサイルの家に出入りしていたムハンマド・サラーマーやマフムード・アブ・ハリマラと爆弾を製造し1993年2月に世界貿易センター爆破事件を引き起こした。ラムジ本人が事件後にニューヨーク・タイムズに出した犯行声明文では日本の広島と長崎に投下した原子爆弾のお返しであると書かれていた。 犯行後、直ちにユセフは、パキスタンのパスポートで、イラクに逃亡した。その後、パキスタンに戻ると首相に就任したベイナズイル、仏党の暗殺を企てるが警察に阻まれて、失敗する。さらに、太陽国、バンコクで、イスラエル大使館の爆破にも失敗。ラムジラーはイランに入国する。1994年6月、マシュハドのシーア派聖地。 アリーリーダー病を爆破し26人を死亡させた。ついで1995年1月にフィリピンを訪問するローマ教皇を爆殺するなどの母人化計画を立案した。この一連の計画の予行としてラムジは1994年12月にフィリピン航空434便爆破事件を起こし、日本人1名が犠牲となった。この犯行後、ラムジはマニラのアジトに戻り、 アジア各地からアメリカ行きの航空機の同時多発的な爆破を計画して爆弾製造を始めるが、アジトにしていたアパートで火災が起きたため管理人に疑われてフィリピン警察に踏み込まれた。そのため、ラムジア、ハリドシェイク・モハメド、アブドゥルムラードらが進めていた航空機テロの資料が露見し、連邦航空局は限界体制を敷いた。1995年2月、 ユセフは潜伏先のパキスタンで逮捕された。1996年、母人化計画の主犯として、終身刑を、1998年、世界貿易センター爆破事件の主犯として、金庫240年を、また同年、フィリピン航空434便爆破事件で、日本人を殺害した罪で、終身刑をそれぞれ宣告された。現在は、コロラド州、 フローレンスにあるアメリカで、唯一特殊警備が敷かれているエイディックス、フローレンス刑務所に収監されている。オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件の主犯、ティモシー・マクベイを長期にわたり取材し、アメリカンテロリストを表したジャーナリストの、ダン・ハーベックによると、ユセフは、マクベイや、共犯者のテディ・ニコルズのほか、ユナボマーとして知られるセオドア・カジンスキーと、 爆破事件の犯人という共通項から交友関係を持ち、ボンバーゼローと呼ばれる一団を形成していたという。ユセフとマクベイは政治思想について活発な議論を交わしており、マクベイが1999年に死刑執行のためにインディアナ州テレホート刑務所に移送された後も、ユセフは他のグループメンバーと交流を続けているという。ありがとうございます。